ケンさん、男性40代。アニメが好きなのですが、内容を先に知ってないと見れません。あのネタバレ嫌い人と逆ですね。なので原作のないオリジナルアニメをなかなか見ることができず、話題になって人気が出て作品のレビューを見てやっと見ることができますが、旬を逃してしまいます。あー、わかるな。自分が見終わった頃には流行りに乗り遅れてしまって残念です。そもそもネタバレを起こる人もたくさんいるのに、自分はなんで先に内容を知らないと見れないのか不思議です。なんか損してるような気もします。どうしたらあらすじ程度の内容だけ見て視聴できるようになるのでしょうか。あー、なるほどな。別にみんなあらすじ程度の内容だけで何か特別な能力があって面白そうって思ってるわけじゃないと思うんですけどね。ただ単にほとんど全て見てる人がいるだけだと思うんですけど、ただ僕もね、ケンさんと同じである程度内容分かんないと、映画でもドラマでも何十分という時間使ったり、何時間も時間を使う気になれないんですよね。今監督で見ようって方ですけど、まあまあ、ある程度見慣れてくると、この監督でこのスタジオでこういう大タイトルだからいけるんじゃねえかっていう緩和できるんですけどね。でお金と同じく、今や自分の時間も貴重な資源であって、無駄に使うと損だというふうに思いますよね。ネタバレを起こる人っていうのは、まあ、昔多かったんですよ、すごく多くて。で今ねかなり減ってるんですよね。それは何でかっていうと、配信の時代になって作品が 無料で無制限に見えるようになったのでですね、今ネットでブイブイいろいろ言ってる人たちの多くは30代40代以上でですね、ちょうどその配信時代より前に青春期があった人なんですよ。で配信で何もでも無限に、もうどの作品見てもいいか分かんないというか、いっぱい見るものがあって時間が足りないよっていう、その前の時代に青春を送った人たちっていうのはですね、全て作品を見る余裕があった人もあるし、あとね、自分の感覚とかセンスで良い作品を先取りしてみようっていう、なんかそういうブームが面白かった、そういう時代に成長期があった人なんですよね。だからその時代の考え方が今残ってると、やっぱりネタバレやめてくれっていう人が、やっぱその世代の人にも、でもね、このネタバレやめてくれっていう人って、なんかもうある種、おい後ろ後ろっていうのと同じでですね、なんかそうネタバレっぽいことを言うと、ネタバレやめてっていうふうに合いの手を入れてるような感じになりつつあるんじゃないかなと思うんですよね。全部話すのはやめてほしいんだけども、 95% 話してほしいっていうのが大体ね、多数派だと僕最近分かってきたんですよ。このねゼミをもう10年ぐらいやってきて分かったんですけど、昔本当に10年前とか下手したら5年ぐらい前までは本当にネタバレみんな嫌がってたんですけども、いや今違うよ、本当に嫌だよっていう人がなんか今コメント流れたんですけど、あなたは少数派です。だから言ってるじゃないですか、ほぼいなくなってきたというだけであって、まだ存在はしてるんですよ。まだ存在してるんですけども、どん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 薄くなってきてるのでですね、どちらかっていうとネタバレをされて貴重な作品の一つを面白くなくなったというダメージよりも、ネタバレをちゃんとして何が面白いのかはっきり言ってくれる方が、最悪その作品を見ないで済むっていう、見ないで得したなって、岡田斗司夫が10分話してくれたおかげで2時間の映画をなんかこう見なくて済んだ、得したなって。その得したなっていうのはお金じゃないですよ、もう時間なんですよね。最後のどんでん返しみたいなものがある作品にしてもですね、その最後のどんでん返しがあるから、うわー、あー見たけどもバレちゃってたっていう人がもうね 5% ぐらいになってきて、 95% はどんでん返しが面白そうだから見ようになってるっていう、この状況です。ただ僕はこんなこと話をしながら、いまだにそのネタバレ嫌派なんですよ、僕自身はね。だから僕自身はネタバレ嫌派だから、なんかねすごいこうネタバレ嫌な人の気持ちも分かるんだけど、気をつけろと、俺たちは 5% だと、もう今や少数派になってきてるから、なんかこうそこでが世間の当たり前だと思ってると、ちょっといろいろミスるぞっていうふうに思いますね。ただそのこの人、ケンさんが書いてる流行りに乗れないっていうのは、流行りに乗らなくてもいいと思いますけどね。流行りっていうのはね、なんかふりかけをかけると大体何でも面白そうに見えちゃうんですよ。だからそういう高揚感があるのでですね、
で10代とか20代の頃はそういう流行ってるっていう高揚感で見るとすごいいろんなものが面白いんですけども、40代ぐらいになったら、ケンさんそうですよね、40代ぐらいなんですよね。なのでそういう流行りから距離を置いた方が後で虚しくならなくていいと思います。動画へのご意見、ご感想、ネタバレへの賛否についてコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。